はい、EC チャンネルの松木雄です。今回もインタビュー AI と会話しながらお話を進めていきます。はい、今日のテーマはですね、反則物を作る際のディレクションのコツ、ディレクションのコツを教えてっていうことをですね、分かりました。私は、印刷会社で、印刷物のディレクターをやっていたことがあるので、このあたりは非常にこう実績というか経験があるので、そのあたりのポイントをお話をしていきます。で、今回は印刷物の、主にメインに、題材に取り上げてご説明しますが、ウェブ上でのランディングページを作るとか、ネットサイトの、コーポレートサイトだったり、EC サイトを作っていくっていう時にも、参考になるかなというふうに思います。はい、大事と思う順番で説明してということですね。わかりました。できるだけわかりやすくご説明します。私の中で大事なポイントと思うことを、8個に分けました。それを一つ一つ順番にお話をしていきます。はい、まず一つ目ですね、これは大前提になりますかね。できる理解力のあるデザイナーに依頼をするというところですね。これは、なんでそれを一番目に挙げているかっていうとですね、例えばレスポンス広告とか通販広告、反則物とかを作ったことがない方、ないデザイナーさんであると、もう全くこう何ですかね、その反則物を作ることの、意味合いとか経験が全くないわけですね。なので、いくらディレクション頑張っても、いいものができない、もう極端に言ったら何ヶ月かかっても一つのチラシができないっていうことが本当にあります。なので、まずはそういった、通販とか、そういうレスポンス広告とかっていうものが、経験のある方、というのがまず大前提になります。あとはこの理解力があるっていうところですね。この、単純に綺麗なものを作ればいいというものではないので、目的があるものなので、そこに関しての、理解を、した上でデザインに落とし込んでくれるというデザイナーさんに依頼をするということが大事です。はい、2番目ですね、目的をまずは明確にっていうことです。これは単純にどんな人に何を伝えて、どんな行動をしてもらいたいかみたいな、簡単に言うとそういうことですね。そういう目的を、明確に、要は作ってと依頼する側が、自分で理解をしてないと、当たり前ですがデザイナーも混乱するわけですよね。ってなったら、その混乱しない方向性を絞っていくということがすごく大事になります。なので、依頼する前に、例えば自分で頭の中で整理するとか、それの今の目的とかを明文化して文章にするとかで、それを元に依頼するとかっていうことをすることがまず大事になります。はい、次に3つ目、大まかな構成っていうことです。例えば、印刷物であれば、チラシですね、A4 サイズのチラシを作りましょうということになった場合、A4 で表裏にするのか、片面だけにするかとか、逆に、その倍の大きさの、サイズで表現するかとかね、そのサイズ感をまず考えないといけないですし、その、1ページあれば、その中で何を大まかに載せるかというところですね。キャッチコピーでどういうものがあるかとか、あと、イメージ写真をどう載せるかで、商品をどういうふうに載せるかとか、オファーですね、盛り方とか、そういったものをどれぐらいの面積で載せるかとかですね、そういった大まかな構成、ラフっていうものをまずは考えないといけないです、そのディレクターが。それをしないで、もう要素だけバッと送って作ってっていうのは無茶ですね。それですぐにいいものができるっていうのはなかなかないので、大まかでもそういう構成ラフを作って依頼するということが大事になります。次、4つ目ですね、見本っていうことですね。デザインっていうのは基本的にも真っ白のものにゼロから作っていくわけですね。ってなると、どんなものが最終的にどういうものになるかっていうのは作ってみないとわからないっていうのが正直あります。なので、すごく幅があるわけですね。ものすごい幅があります。
ってなると、その幅で作りたいもののイメージをできるだけこう方向性を間違わないように、無駄がないようにっていうふうに考えた時には、見本がすごく大事になります。まあ、例えば、他社でやっているそのチラシがあるんであれば、こういうふうに作りたいと、例えば、こういうふうにっていう意味合いでいくと、これくらい押し押しで、キャンペーン色を強く作ってというのか、逆にもセールス感は出したくないので、ちょっと抑え気味の表現にしたいとか、例えば文字をベースにした、そういう印刷物にしたいのか、やっぱデザインベースで、写真をベースで、作りたいのかとかですね、そういったところの、ある程度方向性とかデザインのトーンマナーみたいなところをですね、っていうものを、見本にすると、で見本を渡すとかっていうことがすごく、大事になります。5つ目ですね、初稿はざっくりでっていうことですね。初稿っていうのは、初め一度こう構成とか、ある程度コピーとか写真とか、そういうのを一式デザイナーさんにお渡しして、で1回見上がってくる、完付と言われるデザインですね、それが初稿なんですけど、それははっきり言うと、実際上がってみないと、なかなかわからないことがあるわけですね、お互いにデザイナーさんもディレクターも。なので、大体イメージが合ってるかどうかっていうのを確認するために、初稿はざっくり上げてもらうと、要は作り込まずに、ディテールは置いといて、ざっくりの構成要素をはめてみて、全体の、雰囲気とか構成要素とかトーンマナーみたいなものがいいかどうかっていうのを確認をするっていうことが、まずは大事になります。それをしなければ、本当にこう無駄な時間だけが費やされるので、大事なポイントになります。次に6つ目ですね、具体的な指示をっていうことです。なんとなくここら辺好きじゃないな、もう少しこういう風にしたいなみたいな、すごく曖昧な指示っていうのは、その解釈がぶれるわけですね。そうなると当然アウトプット修正した上がりが、精度が上がらないっていうことになるので、具体的にこのコピーはこうして、この位置をここに移動してとか、この写真をやめてこういうイメージの写真を使ってとかですね、そこを明確に、分かりやすく言うと手書きっていうですね、赤ペンで、紙に出力したものにこう書いて、これを渡すということをすることがすごく大事になります。7つ目ですね、その手書きっていうもの、だけでなくて言葉でも説明すると、今言ったような手書きで、そのこういう感じで修正してっていう依頼するということだったり、最近では自分の会社でいくと、チャットワークとかでもう箇条書きでこれはこうしてこれはこうしてみたいな風に書くだけで伝えようとかすることがあると思うんですけど、非常に危険ですね。いいものを作りたいのであれば、具体的にこの印刷物であれば、この紙のこの部分をこうしてっていうふうな、そういう手書きを手で入れるということですね。実際パソコン上で、PDF とかで、こう Excel とか Word でもいいですけど、こう手書きを分かりやすく、この部分はこうしてとか、そういう感じで具体的にどの部分をどうするっていうのを分かりやすく伝えるということが、まず大前提で大事なんですが、それだけではやはりこの手書きの意味とか目的がやっぱあるわけですよね。でかつその手書き通りにはまらないとかうまくいかないっていうものも実際デザインをやるときには多くあります。その場合どうしたらいいかとかいう判断材料になるために、その手書きの目的とか、こういう場合はこうしてとかいう、そういう実際電話とか対面とかリモートでもいいですけど、言葉で伝えるということがすごく大事になります。最後に8つ目ですね、デザイナーさんとの信頼関係と、私もディレクターをやってきて、すごく思うことですが、デザイナーさんからするとディレクターさんの、言うことがブレなく、その企画通りに指示があるかで、それに対してそのちゃんと作ってそれを修正して最終的な完成形に持っていけるっていうところを、実際それを繰り返していくことで、お互いの信頼関係っていうのができていくわけですね。
逆に、ディレクターからするとデザイナーさんに対して依頼をするという時に当然意図通りなものをできるだけ上げてもらいたいっていうのと、あとは理想を言えば、この実際の目的とかやってることを伝えるわけなんで、それの指示したもの以外にもうちょっとこういうふうにしたらより伝わるんじゃないかとかいいんじゃないかみたいな、そういう別提案をもらうということをしてくれるデザイナーさんはすごく助かりますね。そういうふうにやってくれると、ディレクターからデザイナーさんに対しての信頼度も上がっていくということで、それを繰り返していって、お互いが信頼関係を結び、いろんな、1回だけじゃないんでね、2回3回もっともっと作っていくことが多いんで、その信頼関係を築いていくということがすごく大事になります。ぶっちゃけ、そこがうまくいかなくてストレスになって、もうストレスなるんやったら、もうこのデザインでもういいかおかと言ってしまえみたいに思うことが正直人間ではありますね。あるので、この今の信頼関係というのはすごく重要になります。社内で、要するにデザインをするのかいいか、外部を使う方がいいかっていう話ですね。これ社内でできるんであれば、例えば社内の方が、コミュニケーション取りやすいですし、スピード感を持って修正とかもできるので、当然社内の方がいいんですが、それは当然そういうデザイナーさんがいらっしゃるかどうかとか、業務量がちゃんとこなせるような状況になってるかどうかとかいうことを踏まえた上で検討するべきという感じですね。で、社内にそういうデザイナーさんがいらっしゃらないとか、そういう環境じゃないという場合は、外部を積極的に使うと。外部もいろんな会社、いろんなデザイナーさんがいらっしゃいますが、その実績のある方、経験のある方に依頼をするということをできれば、すごく時間の短縮とかクリエイティブの完成度の高さというものが担保できるので、お金は少しかかりますが、外部を使うことの意義っていうのは十分あるかなというふうに思います。私もですね、デザイナーさんとか、デザイン会社というのを詳しいとか実績のある方を、たくさん知っているので、そういった方が、紹介してほしいということがあれば、また概要欄から、連絡をもらえればというふうに思います。今回は、以上になります。ありがとうございました。